それでは生物とは何かということについて考えてみますこの写真に写った犬を我々は生物だとすぐに判断できますちなみに彼がハッピーです一方この椅子は生物ではないっていうふうにすぐに判断できますこの植物も 少し変わった形をしていますが、おそらく生物だろうと判断できます。ここに写っている人物も、なんとなく生物に見えますね。さて、生物とは一体何でしょうか我々人を構成する元素には O や C や H や N があります。一応、生重量の大きい順から並べてあります。 本当は H の数がすごく多いんですが、H ってとっても軽いので順位が下がっています。また、乾燥重量で比べると、つまり水を除いた量で比べると、H2O、h と o の順位が少し下がります。さて、我々人を構成する元素を見たところで、こういった元素からできているものを生物とすぐに認めるわけにはいかないですよね。例えば、 まあ空気中にもたくさんこういった元素はあるわけですが空気を生物とは認められないですよねやはりそういった元素がたくさん組み合わさってさまざまな構造を作っていなければ我々は生命体とは認められないわけですさまざまなものが生物体には見られます例えばリン脂質が主成分となってできている細胞膜あとはアミノ酸の 繋がった鎖であるタンパク質、あとは生体触媒である酵素ヌクレオチドがつながった鎖である核酸 DNA や RNA ですね遺伝子発現に関わりますあとは水とか水っていうのはいい溶媒ですよね温度変化もしにくいんで生体内の温度を一定に保つっていうことにも水は役立っていますあとはエネルギーの通貨である ATP とかあとは糖ね 糖の別名は炭水化物ですが糖などさまざまな物質が生物の中には見られますこれらの物質は今では市販で買えるわけですが、まあ、これらの物質を買ってきて試験管の中にすべて入れたからといって、まあ、それを生物とは我々は呼べないですよね生物はここに示したような特徴を持っています細胞膜で包まれた細胞でできている代謝つまり 物の分解や合成つまり、異化や同化を行う、またエネルギーを用いて活動を行う、また DNA に遺伝情報を持つ、また体内環境を一定に保つ性質、ホメオスタシス、恒常性を持つ生物基礎では詳しく触れませんが、他にも進化するとか刺激に反応するとか、あとは生殖によって子孫を残していくとか、まあ、そういった特徴が生物の特徴として挙げられます。 注意してほしいのは別にこれは人に限った話をしているのではありません全ての生物に共通する性質の話をしています生物基礎の教科書の例えば恒常性のページにはほとんど脊椎動物の話しか出てこないまあ、主に人の話しか出てこないだけども植物だって根っこから水分やいろんなイオンを吸収し気候を上げたり閉じたりして体内環境を一定に保とうとしているんですよね はじめの方のスライドで出てきたあの変な植物もそうです。あれは弁慶草の仲間ですが、崖の隙間なんかに入るような植物です。葉っぱを多肉化してたくさん水分を保持して、なんとか体内環境を一定に保とうとしているんですね。もちろん話は深殻生物に限りません。原殻生物だって刺激にも反応するしもちろん進化するしここに書いてある全ての特徴を持ちます。 ここまでが教科書の内容です。簡単ですか簡単ですね。生物の定義ははっきりしてますね。生物か、生物じゃないかなんて、誰にでも簡単に判別できますね。もちろんそんなことはないわけです。ここにはただ、生物の特徴が並べられているだけです。定義については触れていません。 例えば、はじめの方のスライドに出てきたあの木でできた椅子。あの木でできた椅子も、丁寧に丁寧に切片を作っていけば、どこかに細胞構造が残ってるんじゃないかな。つまり、細胞構造が見られるか見られないかという一点だけでは、生物か非生物かを明確に分けるラインにはなかなかなりにくいわけですね。他にも、例えば、葉緑体やミトコンドリアは、 細胞膜そっくりの生体膜に包まれ、内部に DNA を持ち、細胞内で増殖するわけですが、細胞の外では単独で分裂して増えることができないので、一般には生物とは認めていないわけです。ウイルスについても、その内部に DNA や RNA を持つウイルスはたくさんいるわけです。しかし、自分単独では増殖できない、細胞構造をとっていない、 代謝を行わないなどの理由で我々はウイルスを生物とは、一般的に認めていませんあとは半分冗談ですが、皆さんの普段授業を受けている教室だって、窓が開いたり閉まったりして、またはエアコンによって温度が一定に保たれていたりして、その教室の内部の環境が一定に保たれている、教室だって向上性を持っているわけです。または スマートフォンだって刺激に反応していますよね最後に馬とロバの子供をラバと言いますがラバ同士子供を産むことはできませんだけどラバは生物ですよね誰がどう見たってこのスライドで話したことはすべてテストには出ないことですしかし生物を定義するのは非常に難しいことであるっていうことが伝わったのではないかと思います 生物とは何であるのかその問いに答えを出すことが困難であるからこそ我々はさまざまな学問において生物とは何なのか我々は一体何者なのかという問いを考え続けなければなりません皆さんが高校卒業された後もさまざまな学問領域においてご活躍なさることを願っていますではご清聴ありがとうございました